歌唱。歌唱さん。申し訳ないけど、今はちょっと無理ね。なんだか演奏が終わったら力が抜けちゃって。よう。あなた。さっきの。いや、違うよ。だからそう身構えないでくれ。さっきはバカにして悪かった。大変な無礼を許してもらいたい。メイプルとシナモンだっけか。正直いいステージだったよ。どれだけちゃんと準備して臨んだか、その程度はわかるつもりだ。猫の真似事とか言ってすまなかった。今日が初ステージだったんだってな。次にちゃんとしたコンサートをやるときは声をかけてくれ。そのときはぜひ最前列で聞かせてもらいたい。ありがたい。感謝する。あんたのケーキもうまかったよ。今度は個人的に注文出させてもらうから、よろしくな。歌唱に負けず劣らず、キザったらしいやつね。歌唱さんの方が200倍くらいかっこいいですけどね。バカね。1号はあんたでしょ。あとはしぐれちゃん、うちの姉妹たちも合わせてファン1号ですよね。あれ？あれ？何これ？
違うの、これはあんたが急に安心させるから。そうですよ、こんなタイミングでそんな優しいこと言うから。言われたら、分かったから、そんなに何度もそんなこと言わないでよ。今こんなに優しくされたら。猫パラ